どうもバーンです。さて、デリーキック2号開始させていただきたいと思います。ね、前回の回でもね、少し触れたんですけども、 CPU の空割り、さらにですねオーバークロック、これについてねもう少しね反省点という意味からの掘り下げていってみたいと思います。ね、一番ねちょっと気になるところはですね、ヒートスプレッダーと呼ばれる CPU のねカバー、これのね内側をね、もっと研磨した方が良かったんじゃないかなというふうに思うところなんですよ。というのもですね、CPU のチップそのものと、このチップそのものとですねこのヒートスプレッダーの間にね液体金属をね、充填するわけなんですけれども、この液体金属は腐食性があるというところで、銅は腐食しないということらしいんですね。で、このヒートスプレッダーは銅製なんですけれども、メッキがされていて、そのねメッキをね剥がした方が良かったんじゃないかなとね、いうふうに思うわけなんですよ。でね、この液体金属のノリ、つまりペチャってやってね弾くようなね、感じがあったんで、で CPU そのものもさらにヒートスプレッダーの方もですね、一応紙やすりで研磨はしたんですけれども、研磨したところその液体金属のノリはねすごく良くなりました。でペチャっとねこうまるでハンダ付けしたかのようなね、そんな感じのね塗布ができたわけですよ。でところがやっぱりそのヒートスプレッダー側を銅ってね銅色してるじゃないですか。であれが見えるまで、研磨した方がそれはまあいいっちゃいいかなと。ところがですねやっぱり銅っていうのもやっぱりその、銅製そのものだと具合が悪いからヒートスプレッダー自体がそのメッキがしてあるということでしょうから、だから一番いいのはですねその接触面だけをね、紙やすりで銅だけこう露出させるというのがね、完璧な仕事だったのかなとは思うんですね。でもそうするにはどうすればいいか、一つは養生ですね、養生テープでこうそこのっていうのはですね CPU が当たる部分だけ、紙やすりでね銅を露出させてやるっていうのはねちょっとね、そういうの細かい作業をね、もし次回やる機会があればですね、そういうふうにやってみようかなと思う次第ですね。であとですね、ヒートスプレッダーの外側と、CPU ファン、CPU クーラーの接着は通常のグリスを使いました。でこれは改造生放送の時にもね、述べたんですけれども、僕の持っている CPU クーラーはですね、銅管が使われているものの、銅管と銅管の間にねアルミが使われていたんですね。で全部銅製の、銅管のみで構成されているような、CPU クーラーだったらねよかったなーってね、もしその、そういうような製品だったらヒートスプレッダーと CPU クーラーの間もね液体金属がね、使えるんじゃないかと、実際そういう風な改造をねしておられる方もね、おられるのかな。プロオーバークロッカーのね清水貴博氏がね、実験はされていたものの、それ実際にそういう改造をしている人がいるかって言ったら、パッとはね、見つからなかったんですけれども、実際それで、CPU の温度がね下がったという報告がですね、清水貴博氏の、ブログに上がってましてですね、なるほどと。だから僕が自作 PC を組んだ時ですね、本当に何気なくね、店舗に置いてあった CPU ファンを手に取って、ああこれでいいやというふうに思ったんですけど、もしね、もしこれからオーバークロック、さらには空割りをもう見据えて、部品を買おうという方がおられたらですね、今その場では効力はないかもしれないけれども、CPU との接触面が全て銅である、
CPU クーラーをね選ばれた方が、後々こう空割りという ことをやるときにですね、都合がいいというね、報告をさせていただこうと思います。まあなんという長ったらしい、お話でしたでしょうか。というわけでいつものお地蔵さんチェックポイントとなります。片付けない今日の鐘の音はいまいちだった。さておき、それはさておきでね、さらにね、別のね、観点からもね、この空割りそれからオーバークロックをね、検証していってみたいと思います。もうね、今現在絶好調で、運転しているものの、これは生放送、空割り生放送の中でもね、述べた通り、ヒートスプレッダーと CPU 基板を接着する、その前にですね、絶縁シール、表面実装の金属、露出部分の絶縁シールをですね、まずやってからね、まずそれをやるべきだったと。で、その絶縁シールが乾燥する間は、やっぱりちゃんと待った方がいいというふうに思ったわけですよ。で、実際にはですね、液体金属を塗ってしまった後だったんで、液体金属自体もね、酸化したら具合悪いなと思いまして、もう2時間程度の乾燥時間で、ヒートスプレッダー接着したんですけども、やっぱりね、まだちょっとね、そのヒートスプレッダーをこう被せる時点で、この絶縁シール剤がね、若干ね、まだね、液体っぽかったような気がしたんですよね。まあ、だから、本当はまず手順的にね、ヒートスプレッダーがもし、まず開けたら、まずカス取りますよね。で、その次にまず絶縁シールを、作業すると。で、そこからちょっともう時間はねかかりて、じれったいと、じれったいんですけども、4時間5時間まあ半日ぐらいはね、絶縁シールが乾くまでね待った方が良かったかななんてね、そんなことも思いました。で、もうとはいえですね、もうかぶせてしまったものをもう一回ね引っぺがすということはもう、まあ、できないんで、液体金属もの、すごく高価なんで、使い放題というわけにもいきませんしね。実際使ったのはね、2滴ですね。ほんの2滴使ったんですけども、ね、まだ多分ね、余裕はあると思うんですけどね、残りの液体金属。まだ何回かは、空割りできるかとは思うんですけども、まあでも、どこまでこのチューブからね、液体金属が出てくるか想像もつかないんで、何グラムやったかな、ちょっと、ちょっとよくわからないと、比重も全然違いますでしょうしね。はい、というわけで、レリキックトゥーゴー、このあたりで今日は失礼いたします。ではまた、バイバイ。レリキックトゥーゴー、レリキックトゥーゴー、チャンネル登録しないでね。ホーバットボタンを押しときな。はい。レリキックトゥーゴー、本当は登録してほしいな。グッドボタンポチッとな。はあ、もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね。はあ、グッドボタンよろしくね。え、本当は登録してほしい。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 